申し込む。女性お笑いタレントのキム・シギョンがかつて旺盛だった自身の食欲について告白した。に放送される総合編成チャンネル JTBC の番組「冷蔵庫をお願い」では、キム・シギョンがゲスト出演して自宅冷蔵庫を公開する。先に行われた収録でキム・シギョンは元祖木板ひたすら食べるだけの動画女神らしく、サムギョプサル豚バラ肉の焼肉は62人分、リサは24枚食べたとかつて食べていた量を告白、出演者を仰天させた。タレントの異変は本当信じられないと言ったが、キム・シギョンは私の父が商人と胸を張った。そしてキム・シギョンはかつてぽっちやりしていたがダイエットを決心した理由として生きるためにと答えた。ダイエットをして7年になるそうで、昔は靴下を履くとき必ず横になって履かなければならなかった。健康のために厳しいダイエットをした結果、38kg の減量に成功したと告白した。